福島県鹿屋市共栄町6895番3号にかつて存在した日本国有鉄道大隅線の駅。鹿屋市の中心駅であったが、大隅線の廃止に伴い、1987年3月14日に廃駅となった。駅名表運賃表1915年7月11日、南墨警弁鉄道の駅として開設された。 南住京弁鉄道は、この地方の中心都市であった鹿野を海岸と結び、航路に連絡することで、鹿児島市など他の地方へつなげることを目的とし、当初は古港との連絡を考えていたが、公費の都合で高須と鹿野の,の間を開通させた。この時点では、792mm 期間の京弁鉄道で他の鉄道と接続していない、孤立した鉄道路線であった。 またこの時点では、現在の鹿屋市、向江町付近に駅が位置していた。その後さらに内陸方面へ延伸され、1920年12月23日に鉱山まで開通した。この際に、鹿屋駅では折り返し運転をする構造となった。大隅鉄道は、その後、古港から釧路までの営業を行うようになったが、鉄道布設法に基づく国鉄の 鉄道付設予定線と重なったこともあり、1935年6月1日に国有化されて国鉄、古港線の駅となった。国鉄は渋谷駅から西に線路を伸ばして古港線との接続工事を進め、これに伴って一時的に古港線と呼ばれる時期もあった。1938年10月10日に大隅鉄道線だった区間の1067。 ミリメートル期間への改め機工事を含めた改良が完成し、鹿野駅は移転した上で、オウム状の線路をつないで折り返し運転を解消した。1972年9月9日に全線が開通し、古く、しかし、大隅線は特定地方交通線に指定され、1987年3月14日に廃線となった。それに伴い、 当駅も廃駅となってその役目を終えた。鹿屋駅周辺の変遷大隅線の中心的な存在の駅であり、渋式点 32.0km に位置していた。廃止時点では一面二線の島式ホームを有する列車交換可能駅であった。また、多くの側線を持っており、廃止時点まで直営駅であった。駅舎よりも、 線路の方が高い位置にあった点が特徴と言える。付近の大きな特徴として、駅の北方で線路がほぼ180度カーブする、オメガ状の線路配置になっていたことが挙げられる。これは、路線建設時の経緯によりそれまで当駅がスイッチバック方式であったことを解消したためである。1938年10月10日に、改めき移転するまでは、現在の鹿野ヤ市 向江町付近に駅があり、高須方面と高山方面を直通運転する列車は、鹿野屋駅で進行方向が変わっていた。この折り返し運転を開始。大隅線の廃止後もこの付け替え後の線路跡は、多くが道路化されており、地図上で明瞭に識別可能である。日本国有鉄道大隅線大隅川西駅、鹿野屋駅大隅野里駅1938年10月10日に、 改めき、移転するまで、大隅川西駅との間には、下田崎駅が、大隅野里駅との間には、田崎駅が、それぞれ存在した。鹿野市鉄道記念館跡地には、鹿野市役所が移転している。また、隣接した場所2988年9月28日に、鹿野市鉄道記念館が開館している。敷地面積7660平方メートルに、 木造平屋建て137平方メートルの記念館となっており、国鉄キハ20系機動車や駅名標などが保存されている。総工費は3036万4000円であった。2016年9月30日に記念館の改装オープンの記念式典が行われ、新たに、かの駅の愛称が付けられたほか、2015年に閉館となった愛楽町鉄道資料館の展示物も、 加わっている。ありがとうございます。